夜ともす前回の続きからプレイしていきましょう。さて探しに行くんだけど、屋上にいるのが分かってる状態で後悔を選ぶっていうのは、とりあえず見通しがいい校庭から行ってみる。そこで見当たらなかったら屋上に行こう。校庭に行ったらあれなんだろうな、落ちてくるんだろうな。そうだな。じゃあ早速校庭に行こうぜ。すまんまやちゃん。まあ仕方ないよね。体がふわふわして力が入らない。自分の体じゃないみたいに動かない。うん、それだけじゃなくてなんだか心もちょっと変。一枚膜がかかったみたいに何もかも鈍く映って、だから自分が今何をしようとしているのかもなんだかよくわからない。風が気持ちいい。屋上から見下ろす校庭は運動部のみんながまるでアリみたいにせせこましく動いている。うわ、ほら見て、この一枚やばいな。不思議な声に従って眼下に視線を移すと、そこにはそうよ、すずちゃんよ、あなたの大好きなすずちゃん、あなたを探しに来てくれたんだわ。よかったわね、あなたは一人じゃなかったのよ。すずちゃんの声がめっちゃねっとりしてたな。その名前を呼ぶだけで涙が自然と溢れてくる。この声が私に何をさせようとしているのか今理解した。それに従うことは間違いだって分かっているのに、どうして私の心も体もこの声に導かれるままに反応してしまうの。さあ早くすずちゃんのところに行きたいわよね。その胸に飛び込みたいわよね。大丈夫、すずちゃんなら受け止めてくれる。あなたはその足を一歩踏み出すだけ、それだけでいいのよ。すずちゃん、すずちゃん、ダメ、逃げて。すずちゃん、そこから逃げて。足が上がる。自分の意志とは関係なく体が傾いていく。ほら行ってらっしゃい、そしていらっしゃい。マヤッチ、見当たらないな。グラウンドではいくつかの運動部が練習をしているけど、制服姿の生徒がいればすぐに見つけられただろう。見渡す限りマヤちゃんらしき姿はない。そもそもこんな暑いのにグラウンドに出るのはないわね。5分で熱中症になっちゃうわよ。ルイ以外はうちがおかしいみたいに言うなし。陸上部はみんなこの中で走ってるじゃんか。この状況でもいつものかけらいをしてしまう二人。おかげで気持ちが落ち着くという面もあるのだけど、今二人の会話に紛れて他の声が聞こえたような。ともかくこうなるとマヤちゃんはやっぱり屋上かしら。そうだね、スズチ行こうぜ。ちょっと待って、今マヤちゃんの声が聞こえた気がした。え、マジか、さすがスズッチの耳。どこから？静かに。目を閉じて耳に意識を集中する。もう一度声が聞こえればその方向を捉えられるだろう。マヤちゃん、お願い、もう一度声を。スズちゃん、逃げて。あ、今この声って意外なほど近くにいたマヤちゃん。その目は涙を溢れさせていて、これは両方死ぬでしょう。湿り気の混じった重い衝撃音がして、それから数瞬周囲は静寂に包まれた。そしてレイコとルイは絶望的な悲鳴を上げる。その悲鳴は長く長く尾を引きつつ消えていくのだった。ロードしようか。これなあ、
そんなことあるって感じだったな。外には運動部の子が結構いるし、多分一人になれるところに行くと思う。ってことは屋上の可能性が高そうね。よし、屋上だな。そういうトレイちゃんは屋上に続く階段を二段飛ばしで駆け上がる。俺それやって昔こけたわ。ちょっとルイ、あんまり無理すると足が。この程度なんてことねえし、先行ってるよ。すごっ、相変わらずルイちゃんは身軽だな。私なんかここまで学校、校内を探し回っただけでもう息が上がってしまっているの。仕方ないわよ、基礎体力が違うもの。私たちはゆっくり行きましょう。何やってるし。え、何、どうしたの。わからないけど屋上で何かあったみたい。急ごう。息の上がった体に鞭打って屋上への階段を全速力で駆け上がった。飛ぶ寸前だったのか。ルイちゃん、屋上へと続くドアを開けた私たちの目に飛び込んできたその光景に一瞬思考が奪われる。この一枚いいよな。あんまりこう好んでみたいあれではないんだけどさ、それでもね。屋上と外を仕切る落下防止のためのフェンス、その外側に立ち今に落ちてしまいそうな不安定な姿勢のマヤちゃんと。早く助けて、うち一人じゃ支えられない。あれだろうな、なんか腰とかガッて掴んでんだろうな。フェンス越しにマヤちゃんの体をしがみつくように支えているルイちゃんの姿だった。限界が近づいて余裕のなくなっているようなルイちゃんの叫びで我に返った私たちは慌ててフェンスに向かって走り出す。わかった、今行く。足が何かに絡めたられその場に倒れてしまった。レイコちゃんも同じように屋上の硬い床に倒れ込んでいる。こんなところに段差なんかあったっけ。とにかく早く立ち上がってルイちゃんとマヤちゃんを助けなきゃ。そう思って体を起こそうとしたところで今度は腕が動かないことに気づいた。何これ腕。そこで初めて自分のそして玲子ちゃんの体に何が起きているのかを確認した。私たちの体には屋上の床から生えたような白い糸が、あれか、弦か。そしてその糸の感触に私たちは覚えがあった。琴の剣。そう、私たちが一番慣れ親しんだ大好きなお琴の剣。なんだこれ。離せ、くそ。そしてその剣は私たちだけではなくルイちゃんにも絡みつき、マヤちゃんを支える腕を締め上げようとしている。ルイちゃんは必死に抵抗しようともがいているけど、そのせいで余計に体勢が崩れてしまっていて、徐々にマヤちゃんの体を支えられなくなっている。マヤちゃん！せめてマヤちゃんが自分の力でフェンスにでもしがみついてくれれば、私はありったけの声でマヤちゃんの名前を呼んだ。マヤちゃん！しっかりして、マヤちゃん！いくらメインパートの審査で勝てなかったからって自分の命を絶つ必要なんかない。だってあの演奏は誇っていいものだった。なのにどうして。マヤちゃんの絞り出すような声が聞こえた。マヤちゃん、途切れ途切れのかすかの声が何かを訴えようとしている。その声にかぶさるように最後に支えていた腕一本を絡め取られたルイちゃんの
痛な叫びが響き、そしてぐらりとマヤちゃんの体がフェンスの外側に向かって傾く。うつろだけど何とか開いていたマヤちゃんの瞳が何かを諦めたかのように閉じられる。すべての光景がまるでスローモーションみたいにゆっくり。次の瞬間、地面に倒れたままの私と玲子ちゃんの横を何かがすごいスピードで駆け抜けて、そして、え？ゆうかちゃんか。この子はやっぱあれなんだろうな、お姉様の血縁だから干渉されないんだろうな。フェンス越しに落ちそうなまやちゃんの腕をつかみ、なんとかこちら側に引き戻した。ゆうかちゃん、そんな必死な顔も見せるんだな。大丈夫、早く先生を。前原さん、手伝って。ルイちゃんも自分の体をキョロキョロと見ていたけど、さっきまで体にしがみ、絡みついていたあの弦のようなものはどこかに消えてしまっていた。体の自由が利くことを確認すると、ルイちゃんも優香ちゃんと一緒にマヤちゃんを引っ張り上げる。同じように私たちを縛りつけていたあの弦も、優香ちゃんが来た途端、綺麗さっぱり消え去っていたようだ。私、先生呼んでくるわ。走り出した玲子ちゃんを見送ってから、私もフェンスに駆け寄る。さすがに三人がかりならば、意識を失ったマヤちゃんの力の抜けた体でも、なんとかフェンスのこちら側に引き上げることができた。さっきの糸、まやちゃんの言葉、いろいろなことを処理しきれず、その場に腰が抜けたように脱力した私たちの前で、ゆうかちゃんはまやちゃんを抱きかかえている。青柳さん、青柳さん、しっかりして。一瞬、目を開けたまやちゃんは周りにいる私たちを見ると、また再び目を閉じてしまった。気を失ったみたいね。たくさりさんが先生を呼んできてくれたら保健室に運びましょう。とりあえずは助かったのかな。もう少しだったのに。え、すず、どうしたの。なんでもなかったみたい。周囲には私たち以外に誰もいない。さっきの声も遠くから響くように聞こえる。黒髪も、黒髪、あ、これか。この BGM の間に聞こえるあの、え、違うのかな。きっとそれは耳に違いない。そう自分に言い聞かせるのが今は精一杯だった。早いけどここで一旦区切るか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。